皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、沢でございます。最近気になるニュースをご紹介しながら、一言二言付け加えたいと思います。まず、少し前からことあるごとに気になっているんですけども、岸防衛大臣が4月1日にグローバル戦略情報館を新設したというニュースがあったと思うんです。そして、防衛省として、 プロパガンダ費用を増やすと。偽情報を広めないようにという対策だそうなんですけども、その時になんかツイッターの偽情報を広めないようななんかデータの取り出し方みたいなのを自分でこう見せてくださっていたじゃないですか。あれを見た時に、私言論弾圧に乗り出すのかなえ、まさか岸さんまでと思ったんですよ。そうしたらその後ですね、間もなく アメリカのバイデン政権が、これは4月29日だったんですけども、偽情報監視委員会というのを作ったんですね。ディスインフォメーションガバナンスボードっていうんですけども、略称がミニストリー・オブ・トゥルース、真実賞と言います。これを作って、これもアメリカの保守派の人たちは批判していて、言論を取り締まるセクションだという位置づけなんですね。 それと何か連動してないかいって私は思ってしまったわけなんです。最近どうもアメリカで起こる動きと日本で動く動きがあまりにも連動しているのが見え見えで、は今度は何言われたんだろうっていうようなことが続いているんですね。あの、畜話関係にしても。で、今回のこの偽情報監視委員会というアメリカのこの委員会と、 どうもなんかこの防衛省で出してきたプロパガンダ費用を増やすっていうこの方針なんか連動してるように思えて仕方がないんですつまり私たちの言論を統制する方向で日本政府は動き本格的に動き始めていると思いますそして岸田内閣なんですけども岸田政権なんですが 私は岸田政権というのは日本人のための政策というのは取っていないように見えるのですねでその人が憲法改正をやるんだと言って推進しているわけですよ私はそのことだけでも憲法改正っていうのはすごく危険だな 思います。ほら、日本人のためにいろんなね、政策をして日本の若者が豊かに暮らせるようにしようとかさ、そういう政策とか全然やってないわけじゃないですか。<laughs> 全然やってないって言ったら怒られちゃうかもしれないけど、そういう政権がなんで憲法改正なんてね、そんな保守派の有用なことをやり出すんだろうって、いぶかるわけですよ。で、私の憲法改正に関する沢などを聞いてくださっている方は、 連想してくださると思うんですが、この憲法改正っていうのは、私たち日本人国民が、日本の国を自分たちで守るために、憲法改正って必要だよね。自衛隊、ちゃんと軍隊にしなきゃねっていう、その思いにつけ込んで、他の部分の要所要所、私たちを弾圧するような、そういう内容が、 文言が書き込まれているんです。爆弾が仕掛けられているんですね。だから、憲法改正そのものが、私は憲法改正そのものが、もう、日本人ではない勢力に乗っ取られていると感じています。なので、この、まさかあ、まさ、まさかまさか岸田さん、あなたもですかという感じで、信じたくはないんだけど、そういう可能性も、 ちょっと考えなきゃいけないなって思っています。次にですね、えっ、ー、と、ウクライナの件なんですけども、最近、えっ、ー、と、5月8日にですけども、元カナダ軍司令官のトレバー・カディエさんという方が逮捕されましたよね。あの、ロシアに逮捕されたんですけども、この方はどういう人かというと、ウクライナの 兵器研究所を運営していたその責任者なんですねでアゾフスタル製鉄所から民間人を逃がそうという動きがあったんですね。でそれは民間人を逃がすことについてロシアは逃がすことを勧めていたというか逃が,し逃がそうって言っていたんですけどもウクライナ政府が「いやそれはやんない」みたいなことを言っていたんですよ。それがある時に 人道街道で、あの、民間人を逃がそうっていう方針を伝えてきたんですね。ウクライナからロシア側に。それはどういうことだったのかというと、この民間人に紛れさせて、この研究所にいたトレバー・カディエさんという、まあ、責任者を民間人に紛れさせて逃がそうとした。だけど、 見つかってロシア軍に連行されてロシアで逮捕されたわけですね。ロシア、ロシアに逮捕されたんです。この逮捕されたのが5月8日で、その直後にトルドー首相がウクライナを電撃訪問しています。このアゾフスタル製鉄所の地下に製鉄機器の製造工場がある。これは少し前にマックス・フォンシュラーさんのウクライナ情勢のお話を、ノートのものを 朗読した時にそのアゾフスタル製鉄所の内部の図を紹介したんですけどもこの製鉄所の中に民間人を結局人の盾としてて置いていたわけなんですねそういういことがありましたそしてフランス人のジャーナリストアンル・ロール・ボネルさんという方が国連で証言しています。これは ウクライナ軍がウクライナ国民を殺めているということを証言されています。この辺も日本では全く報道されていない内容だと思います。私がもう日本は情報空間が完全におかしくなっていて完全にやられている状態だと思っています。正しい情報が入ってきていない。そしてその作られた情報で 国民が右往左往したりああだこうだって言っているそれを見て喜んでいる人たちがいるんじゃないのかと思うのでもっと私たちは賢く立ち回らなきゃいけないなと思いますこのウクライナ情勢に関しては私は最近はイタリアの食卓ミホズキッチンっていうチャンネルありますよねあの方のお話とかあとは マックス・フォンシュラーさんっていうのは元海軍情報局の方でウクライナ情勢なども詳しいのですが彼のチャンネルとかノートの記事とかそしてマックスさんと最近コラボ動画をたくさん出されている越境3.0チャンネルの石田和也さん、このチャンネルなども参考になるなと思ってある程度信頼していいんじゃないのかなと思いつつ見ています。 で、このマックスさんがおっしゃってたんですけども、ロシアは天然ガスをウクライナ経由で出しているんですけども、ウクライナがそのロシアが出しているパイプラインの3分の1を止めたというニュースが出ているそうです。で、ロシアの会社っていうのはガスプロムっていう会社で、ウクライナの会社はオグチっていう会社らしいんですけども、 このロシアでは止めてはいない。ロシアでは出してるのにウクライナで止めている。その結果、アメリカとイギリスが窮地に陥るだろうという見立てをマックスさんなどはしています。次に、トルコのエルドアン大統領がフィンランドとスウェーデンの NATO 加盟を不支持表明しましたよね。これはどうしてかというと、フィンランドやスウェーデンには テロ組織の本拠地があるからだそうです。最後に大阪の太陽光についてなんですがこちらは人民日報日本月間の理事長が東北大学からの紹介で仙台市の市長補佐官に就任したというニュースがありました。この市長補佐官というのは議会の承認がいらないんだそうです。 でこの、東北大学というのは、四国に技術を漏洩したりもしている大学なので、非常に危険だと。そして、各地で行われているスーパーシティ構想っていうのにも、もう完全に四国がグリップしているというお話を、小坪信也さんという市議の方がブログでおっしゃっていました。 最近停電が続いたり新幹線が脱線したりいろんなことが起こりますがそれは日本がそういうインフラを管理していないからじゃないのかなと私は思ったりもしています。管理していないというかもう完全に C 国の主中にあるというか太陽光発電にしてもそうですよね。 最近停電が起こったり新幹線が脱線したり今まで考えられなかったような不思議な出来事が起こっていると思います。それはある種のテロなのではないかと疑ってもいいんじゃないのかなと思います。日本政府が管理できていないんじゃないのかなと思っています。つまりもうすでに他国の支配下にあるんです。ここまで悪化してし ここまで侵略されてしまっているので、今度の7月の参議院選挙で万が一というか、岸田内閣が続いてしまったら、私たちの自由も国の安全もすべて消えてなくなると思います。ここを真剣に考えて、いろんな地位にある方、行動を起こしてほしいですし、普通の人も声を上げて、 頑張って戦わなければいけないと思ってます。以上、今回はこんな感じでございました。それではまたありがとうございました。チャンネル登録、通知設定、どうぞよろしくお願いいたします。それではまたありがとうございました。